そういえばですね、かなで1個めちゃめちゃやったなーっていうのがあってですね、リグロスの皆さんは挨拶があるじゃないですか。かわいいポジティブジーニアスとか、かわいい女の子かと思ったじゃじゃんあおくんでしたとか、ちょっと思い出せないなっていう挨拶がいっぱいあったじゃないですか。ちょっとね、かなで脳の容量がちっちゃいのでね、こうやっぱ覚えるのが苦手です。すいません。かなでの挨拶は「こんにちはオーロライブデバイスのリグロスからデビューした音声かなでです」になってるんですけど、本当はね、挨拶を「ニワトリ」って言ったやつ誰今で、「ニワトリ」って言ったやつ見えたよ今、誰だ、コケコッコーじゃないからな、誰だ、出てこい、あ、やんのか違うからな。そう、挨拶がね、決めたかったんですけどね、デビュー日までに思いつきませんでした良き挨拶があればください。あとですね、かなでのあれですね、名前のイントネーションについて結構ね、質問してくださってた方がいたんですけど、結構ややこしくて、かなでがフルネームで言うときは、お父せかでーすって言うんですけど、下の名前だけで呼ぶときは、かなでです。かなではーっていうので、下の名前だけってなると、かなで。で、フルネームはかおりなんですよね。はい。面倒